スーパーペンギンの竹村です。今日はですね、ジャパンショップの会場でおります。で、今回はですね、当社はいろんなことをやってるんですけども、そのうちの一つ、今回は珍しく、出展してます。こんな感じで出展してます。で、実は昨年も当社は出展しまして、今回2回目の出展になります。今回は当社として何をお伝えしたかったかというと、簡単に言うと、展示会の業界の人間として展示会の技術とかを使うと、今の商業施設の世界に新しい概念をこう振り込めるんじゃないのかなっていうことを考えて、それを皆さんに知ってほしくて、今回出展しているんですね。で、お伝えしていることのキーワードは3つあります。で、1つ目がビジネス空間デザインっていう言葉と、もう1つが、展示会技術という言葉、そして3つ目がポップアップ以上実店舗未満という店舗形式いかがでしょうかというところの、この3つのキーワードをこのブースではお伝えしていて、その3つのキーワードをもとに、これからのこの商業施設の在り方っていうのが、展示会のこうデザイナーの視点から見たときに新しい概念が生まれるんじゃないですかねっていうことをちょっと言いたかったところです。で、まず1つ目なんですけど、ビジネス空間デザインって何なのかっていうところなんですが、簡単に言うと、空間デザインっていうことは、空間を作り上げるこう、ね、設計能力とかなるんですけども、一般的にインテリアデザイナーさんだとか、建築家とか言ってる空間デザインってこうアート寄りなんですね。こうデザイン的にこうアーティスティックにどうあるべきかとか、あと哲学的に空間デザインどうあるべきなのかっていうことを話されてるんですけども、私はそういうアート的なこの空間デザインの考え方をアート系空間デザインって言い方をしてるんですね。それとはもっと別に、こう結果を出すための空間デザインの方法があるんじゃないかと思ってるんです。世に言う VMD ビジュアルマーチャンダイジングっていう言葉があるんですけど、それを設計者が語ったら、もう少し VMD を昇華させた考え方っていうのがあるかなと思っていて、それをビジネス空間デザインっていう言い方をして、結果を出すための空間デザインの設計手法と思ってます。これはすごく大事だなと思ってるんです。で、これができるのって、実は3日間で結果を出さなきゃいけないっていう、こう展示会デザイナーの実は特徴なんですね。僕らって展示会デザイナーは3日で結果を出さなきゃいけないので、必死にこうどうやったらお客さんを集めるかっていうのを考えてます。で、この会場でも今 IDM ブースっていうのをやってるんですけど、今すごい人が集まってますが、あれもちゃんと計算づくでデザインしてます。それが一つがビジネス空間デザインで、もう一つが展示会技術っていう言葉あるんですけど、展示会のことをご存知の方は今のお話を聞いていただいて分かるんですけど、展示会のこうブースを作るスピード感ってめちゃくちゃ速いんですね。例えばこの今このブースを作るのもほぼ1日で作っちゃいます。で、これがね、店舗の方だったら1週間とか結構長い時間かかっちゃうんですけど、ほぼ1日で作るっていうのがあって、そのスピード感、僕らの業界じゃ当たり前なんですけど、今の店舗でもし例えば商業施設の中の店舗が1週間かけてこう、ね、お店を2週間かけてやるところを1日でこう入れ替わったらすごいことだと思いますねっていうところなんですね。そういう、こう革命的なことが起こるんじゃないかなと思っていて、その展示会のスピード感っていうのをもっとこう注目してもいいんじゃないのかなと思うのがまず第2点目で、それらのことを考えたときに3点目なんですけど、ポップアップ以上実店舗未満っていうのはどういうことかというと、今商業施設の中の店舗の在り方っていわゆる普通にお店を作る実店舗っていうものと同時に、ポップアップしましょう、展示台並べてポップアップっていう出店の仕方があると、この2つのやり方が大きいんですけど、展示会の技術を使うとほぼ店舗に近い、実店舗に近いような空間を瞬間的に作れて瞬間的に撤退できるっていうことを考えると、実店舗ほどいかないんだけど、でもポップアップ以上だよっていうような中間の領域のこの形式っていうのがありえるんじゃないかなと僕は思ってて、で、それができるのが展示会だと思ってるんですね。なので展示会技術を使って商業施設の中にもっと入っていくと、新しい店舗形式ができて、で、さらに結果を出すためのビジネス空間デザインの考え方を用いると結果が出るようになってくる。それが今の商業施設の中に、この今後の商業施設、商業空間に必要な新しい切り口の概念なんじゃないのかなと思うんです。これは僕ら展示会の人間じゃないと気づかないことなので、こ
これを元商業施設の人、世界あの世の中のインテリアデザイナーさん、社会の人に、知ってもらったらいいんじゃないかなと、そのきっかけとなるようなものをこの場で僕は言いたいなと思ってて、いろんな人にブースを見て何かしらのちょっとね得るものを帰って、あそうだよねっていうふうに持って帰っていただけると僕は嬉しいかなというふうに思っております。本日はありがとうございました。